では大将、今日はよろしくお願いします。はい、はい、今回のテーマがですね、まあ、林師匠はなぜラコステなのか、まあ、普段もね、よく着られてると思うんですけれども、はい、まあ、質問等でちょっとインタビューさせてもらえたらと思います。お願いします。どうもよろしくお願いします。まず一つ、まあ、ラコステね、よく着てはると思うんですけども、ズバリ一体何枚持ってらっしゃいますか？いっぱい持ってたんだけど、うんうんうん、もう昔のメイドインフランスのやつはやっぱりサイズ感が大きいんで、うん、それはなんか80枚ぐらい持ってたんやけど。80枚それは全部人にあげた。全部？うん、1個も残ってないですか？残ってないじゃん。全部なんかこうずっと凍ってたけど、やっぱサイズ感がやっぱりどうなんやか、ちょっとやっぱり大きいで、3っていうサイズやったんで、それがその頃はもう昔は一番ちっちゃいサイズやったと思うんで、うん、メイドインフランス、うん、で今もなんかそれやっぱちょっと大きいしと思って、うん、なんかもう体型も変わらんやろうとし、でまあそれはもう全部人に、着れる人がいてるんやったらいうことで全部人にあげました。なら今は、今はどっちか2やったかな。はい、その多分2ですね。2のサイズが出てからもうどうぞ、たまにフランスに、パリに行ったらどうやろう、まあ、1回2枚ずつ買うていって、まあ、それでももう20枚ぐらいになってる、うん、色味とかいつも何かありますか？一番最初に買う色は白やろうなと思って、うん、白ね、うん、白が基本で、あとはなんか自分の好きな系列の色をどっちかというとグラデーションで、こうブルーやったらプーと薄いブルーからこういう色までこう買うとか、あんまり焼けた肌に合う色が一番好きやから、うん、やつやつね、はい、そうですね。いつぐらいから来てはりますか？まあそのフランスメイドの時から。ラコステというのは昔中学、中学1年の頃に買うてると思う。その頃 IB の時代で、ポロシャツというのはラコステと、うん、それ白か、ね、白しかなかったんちゃうかなと。その広島でこうだと、へえ、ラコステ中1の時におしゃれですね。いや、なんかそれが一番、なんかポロシャツの代名詞はやっぱラコステと、ラコステね、まあ、一番強いから、ね、これが、まあ、日本の気候に一番合うてると思うし、うん、まあね、シーアイランドコットンのポロシャツで言うたらジョンスメドレーというのがあるけど、あれは夏着られへんから、春にしか着られへんし、通気性に優れてますもんね、一番ね、うん、そう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 、うんうん、で、洗うてもすぐ乾くし、うんうんうん、で、これ別に洗濯機で洗うてそのまま干したらええだけやから、ジー、うんうん、パンと一緒やから、まあ、気楽なもんでええじゃんか、うんうん、で、襟がついとってどこでも行けると、うんうんうん、いつもでも夏はどんな風に着こなしありますか？最初、日、まあ、色味やったら日焼けてへんうちはもうちょっと薄い色から着てみたいな。そうやね、基本的に日の焼けてない時はその肌に合う色で、だん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 焼けていたら日焼けがよう焼けてるように見える色を着ていくと。最初の時はちょっと日焼けてるように見えるけど、焼けてたらもっと焼けてるように見える色をこう選んでいく。ちょっとあとは下に履くズボンとか靴とかのあれに合わせてきていく。薄い時はまあちょっとこういうのを着てみたいな感じですよね。そうそうそう、なんかこう思うけど、うん、赤と白と、赤と白と紺、紺、この3色あったら一番ええんちゃう。なるほど。あとはもうそこからは自分のあれ、基本的に着るのは赤、白、紺があったら一番いいんちゃう。全部今持ってはります？全部。私はアメリカの旗の色がフランスの、フランスはもうちょっとブルーが明るいんですけど、はい、アメリカのやつ。そうそうそう。うん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 。なんかそれを3色あったら、で、あとはそこからこう色のグラデーションを、うん、だ紺はだからブルーのグラデーションとこうたり、赤はピンク系に走ったり、道路が変形。ピンク系もでも聞いてはりました。ピンク持っとるよ。焼けたらよ。プロに入るから。入るんですね。もう日焼けしたら登場するんか。そうそうそう。だから春もラコステいけるでしょ。上にコットンのカーディガン着たらいけるから。
なんかそんな感じで上にジャケット着て寝てるし、まあ、そのラコステの着方としては、まあ、リゾルトだったりショートパンツだったりやっぱ多いわけ。普通のウールのトラウザー履いてもピンクのポロシャツ着て、はい、ライトグレーのトラウザー履いて白い靴履いたら結構かっこいいと思うけどね。そのこれでないとあかんっていうのはないと思いますよ、ね。何でも下に別にそのスウェットのパンツ履いて今風に着ても全然かっこいいと思いますよ、はい。まあ、これあんまりこう個性がないからスタンダードだけど何でも合うと思います。こういうこの格好でないとあかんっていうのはないと思うし、色味もこんだけあったらほとんどの人に合うのがありますもんね。合うと思いますよ、ね。うん、白と赤と紺とそれがマスターアイテムであったら一枚ええんちゃう、はいはい。だって薄いジーパンに紺の方がいいしさ、そうですね、うん、濃い色には白か赤きたらいいやんそんなもんやろと思うけどね。まあでも白が一番基本でしょ、うん。やっぱり、ね、こんだけあるからお客さんって迷い張って何色行こうっていうのがあるからそれは自分のちょうど伺えてよかった。こうやって体に当ててみてどれが一番合うかだけであって、うん、でなんかこう今年の色とかいうのを一色ずつ出していったらええんちゃう。まあ基本は白買うて紺か赤買うて、はい、うん、あとは今年は何色ようあるでしょ。来年、まあ来年の春やったらきっとこんなブルーが流行りない、うん、来年は春夏はだからもうこの色を選ぶとか、うん、これはこの間ピッティで見て、うん、ピッティの時はなかったピッティの時に来年の結構ジョンスメとかいろんなとこはみんなこんな色が、うん、ブルーの系列が来年春夏のカラーというと、うん、でパリにはあ、え色あったっていうことだというのがこれだからそういうアクセントでええと思う。普通のもんやから、うん、でオレンジが流行ったらオレンジの中のどの色にするかだけを決めたり、あんまり派手なオレンジか、うん、もっとこうシックなオレンジにするか、うん、はい、割とねパステルっていう色って割と肌が割と焼けてなかったらあんまり似合えへんから、パステルってそうやったらもっと濃い色の方が、うん、あんまり焼けてない人は似合うんちゃうかな。夏は暑いけど、暑ないと色落ちへんから、はい、暑い時履いて、洗ってそうそう。でも、ある意味で言うとこのぐらいに落ちてるやつよりも、うん、もう新品の毛、もこもこのやつもなかなかこう色合わせとしたら面白いと思う、まあ、薄い色、それこそ合わせたりしたら、うん、さ、そうそう。いや、これほんまに濃い色、ええと思うけど濃い色同士、うん、その代わり靴は白履かん方がいいや、もっとシックな、うんうんうん、あの茶色の革靴履くなり、それしたらもっとこう綺麗に見えるでしょ、うん、きっとポロシャツの色って基本的にボトムの色を変えたらどないでも合うと思うけどね、はい、襟ついてて涼しかったらね、きっちりも見えるし、どっちでも転べるから、そうそうそう、いい、ね、これ どこでも入れるから、うん、襟がついてるシャツでないと、うんうん、ね、T シャツやったらちょっとね、カジュアルすぎる。いやでも、これで運動もできるから別に、うん、だってこれテニスのそうです、ね、シャツやから、ゴルフも別にこの激しいね、うんうん、あの柄やのってラコステで十分あのいけるからね、ゴルフはせえへんけど、ゴルフ場行ってもいけるから、襟がついてるから、そういう部分ではオールマイティやろうと思うけどね。シンプルやけどね、幅が広いから、まあ、なんていうのかな、このデザインでずっと続いてることはやっぱり一番なんていうのスタンダードでいいんちゃうかなと思いますけどね。はい、ではこれでまあ最後になりますけども、まあ、まとめとして、まあ、なぜやっぱラコステがいいんでしょうか。まあね、この時見てもらったら分かるけど、はい、こんだけあるということは、まあそのね、赤白紺、はい、以外の色いっぱいあるでしょ、はい、で基本的に自分のなんかこう感覚と、あ、これこの色着たいなという、着る時にこんだけのチョイスの中から、はい、この色を選ぶという部分で言うたら贅沢なんですよ、ね、この3色しかない中からこの1色を選ぶよりも
こんだけの色からこの色が僕の好きな色やからこれを着たいという部分で言うたらラコステが一番あの色も豊富やから、はい、あのいいとは思います。いろいろまあ好きなもんで大丈夫と思いますね。そうですね、まあ、自分の肌の色、はい、自分の履くズボンとか、まあ、物を買うときにこれ、はい、この子のシャツに自分はこれ何を合わそうという想像力で色を合わせていった方がいいと思います。この色は色が綺麗からこれでもこの自分の 何と何合わせていう切り口から買っていったらいろんな色があるんで楽しいと思います。まあ、楽しいですよね、はい、そういう選び方、はいはい、ではこれで質問以上となります。はい、どうも今日もどうもありがとうございました。いえいえ、どうも。